どう？悪かったな。あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあ、そうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ？1年前の事件で、本庁の命令も聞かずに単独捜査。ついには、あの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て、あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表をカムロ署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事、うん、カムロ町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった手合いに憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったか。俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。ずいぶんとおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室、警視庁赤ずの間ってやつか。なあ、不祥事の間とも言われてた。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ、紹介します。こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金々。倉橋です。公安二課？どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです、予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二、寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を火の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな？はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。なるほど。
じゃあ四課と二課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは？そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ合田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで。それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴史とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ？おい、聞いてんのか？ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ？傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？ Wait, there was two shots. 何？ Where's the other shot? 露天堀にある青いっていうスナックへ。There should be two bullets. Where's the second bullet? Gonna find a fence. Is there a doctor in the house?あんた誰や？メンマユーダクキリュというものだが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがってほんまに。そんないなことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え？あんたみかじめ取りなんちゃうん。佐山薫って女知ってるな？薫がどないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。Well, you know, it's very difficult to carry a ninja person, plus you shouldn't really move a ninja person. Yo, lady. Handling will decrease over time as you dash around, running into people, also to your health care, carries you safely before health gets gone. If you're spotted by one of the many tenancy citizens, you have to listen to their idle chatting, which means you'll lose mission. Watch out for them and make haste.
We're almost there, woman. Wait, wait. Hong, wait, this is the way. Yeah, there we go. Oi. Are you the doctor? Doctor, please help us. I'm sure it'd be just way in there. I'll check back in a few. I'll be just waiting. It kills time while Sayama rests. Alright then, people, what should we do? Kick ass? I don't know if we're kicking ass. Let's check. And you guys are pathetic. Answer the call. Hey, it's Daigo. How are things on your end? We're okay from Neo. Chairman Gouda is with me. We're heading to Kamurocho by now. Car. Good, how are you holding up there? Hey, I'll make it, but I'm not built like a truck like you, but I can still take a punch. Good to know. The Alliance is in your hands now. Yeah, I know. Later then. Okay, so that's news from them. They're safe and sound. They're going on the way to the car. Hopefully they don't get sniped and everything. Into your guts. Formerly troubled woman, thank you so much. Purple bun? Hey, that's actually might be useful for me. Thank you very much, lady. I think I know what those buns are. They gave me XP certain to their color, so this will give me orange XP or purple XP. So let me have a munchie on that. Yeah, 200. That's how you. Yeah. Alright, I am in, folks. Hey, look, there's a president here. Hello, senorita. How to cause marble. Oi. I got your bandages, lady.病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血は繋がってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも。 育ての親っちゅう方が近いな。この子、孤児やねん。孤児。生まれてすぐ両親が死んでもうてな。せやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時、あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間は。 ああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。Oh, you're not worshiping these two now. カオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に障ったか。ああ、いえいえ、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。 そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ、警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか？ あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。
ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。しかし郷田隆二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田隆二の仕業じゃないわ。 Really? え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸どうかしたのか？通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあわからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。 Yeah, I'm gonna go find out who put the hit. 俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男、あなたがレートはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう。そしたら相手はデタラメなレートを言うわ。とにかくそれを受けて。わかった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。わかったわね。ああ。 Bitch, I'm still Kiru. I can still run away if I wanted to. Meet with the town. Where do I get these locker keys though?I feel like it's somewhere not in there. Where would one keep a locker keys? I don't know. Hey man, can I get in here? Excuse me, this is tonight's only event. I can't join without the ones in. What? Brush off that Mahjong parlor, right?Asking for invitation? Well, they're all big shots. What? You gotta be a good junka and get into this place. Sorry, junko? You don't know what a junka is? Any mahjong player worth salt is about to piss his pants if they're hearing this man's name. So there are three top dogs in the underground mahjong world. Junka, junku, and junkin. But junkan ain't quitting mahjong, and now he just wastes away in an arcade. Got addicted to them UFO catchers. Kinda sad story. Okay.おい、よく狙ってください。どこを狙う？どうします？うまく狙えましたか？自動で動きます。Ah, cool. おめでとうございます。また遊んでくださいね。はあ。あ。
I mean...There you are, man. Here's your poor little kitty. How the wind at Mahjong. I mean, it kind of does matter how I acquired a piece of Oni imitation Oni. You should question a little.The man with the padded vest. Oi. Really?I had to pay this man 100,000 yen. That's some bullshit. Kura, Omi Takashima ka ya? Takashima? Hey, Terada. Ya, Toujou Kai 5代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用できんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線はないな。あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにも分からん。だが、だが、おっと、あかんかん。これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島か。ああ。じゃあ、計画は成功したんだな。はい。親父の指示通り、軽く怪我させる程度に。弾はどうした？それも手はず通りです。
あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り、車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。でこの後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい。それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなや。こっちは裏でお前が汚いことぎょうさんやっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前桐生の味方ちゃうんか。まさか。大宮は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか。ああそうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って、釈放や。そうですか。では高島、お前何企んどるか知らんが、南部府警の上層部とつながっとっても逃げられへんど。合流会の肩も強な真似し腐ったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。You know, they're kind of just letting the supposed organized crime people go away. Is there some sort of mutual respect for authoritarian organizations? まだ教えてもらいたいことがある。なんや？さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。I can probably afford it. Don't tell me 2 million yen. 30万。Seriously, I have to pay 300 grand to this prick for some total of 400 grand. Ah, this... time to hit the bank, buddy. I can pay the cash all square. Then here's what you want to know. How much does your grand is all connected with all sorts of government officials, but his overseas in the Army alliance with Germany is what got him to where he is today. Now that he's top of the food chain, can't remember a time when he wasn't an officer.Oh man, you're about to die. Can I get all my money back? Eh? ほんまでか? He did, right? わかりました。 Oh, wait, don't tell me. Oh, 待てや。 Yep. 桐生一馬さん。 Time to get gas. どうして俺の名前を? あんた、1億円になってしもたわ。 なんだと? They put a bounty on me. 懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目がちばしるわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ東上界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。God, you're old geezer. I want to kick your ass and take my money back right now. I'm back. I'm about to do it right now. Fuck all of you bitches. What was that?
Can I get my money back now? Let me get my money back. Beat his face in. Beat his face in again. Get the money back. 俺の首に懸賞金をかけたのは誰だ？死ぬか！ Nice. Do it again. やめろ！ Nope. 戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなり。寺田のコーディング必要やったら声かけてくださいや。ゴーダ、高島、戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。Yes。どうした俺の首を。あんたは後目争いのゴールなんや。俺か。Did you get your money back at least, Kido? I just paid this man 400 grand. そうか。ほな雀荘で気流を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして。銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが、ないな素人、飛竜の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れ取ります。あの若坊に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あの飛竜っちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若坊も後を追うはずや。その前に、don't tell me he hired Majima. Oh no, secret weapon? Grenades? No, just a bunch of money. この10億、神室町にばらまいてこい。わかりました。おい、don't tell me they're gonna put a bounty on me and come coach Roy as well. Well, more people will ask us to kick, but Majima's never gonna betray me. Majima's my pal. Even though he's kind of a bit of a dick. Here we go again. このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何でも言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。 They're equal terrorists. とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。あの男が東条会の人間だからよ。東条会。彼の身辺保護をすれば東条会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた。まだ痛むか。もうなんともないわ。水一杯くれねえか。 Also apparently her suit has been repaired by, you know。佐山です。あ、はい。ちょっと怪我をしまして、はい。Woman, you got shot in the arm and there was a bullet lodged in there. That is not a minor injury. え？あ、はい、わかりました。うちの課長から。Really now? 気流だ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと合田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと。駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か。いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか。
Korean, Asian, yeah. I mean Chinese, Vietnamese, Philippines, I have no idea. それよりさっさとカムロ町へ戻った方がいいんやないか。カムロ町に？だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった。本に切る。ええか。お前の弾は四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。分かった。ほな。This is what I understand. The police are helping the Yakuza organize crime and everything. え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上、管轄なんてないわ。私も行くわ。So feisty. Still like her though. But she's gonna get herself hurt in so many ways.Kiru had to ship you with her, even though you just started getting a cab, you know, a bunch of stuff. And that is episode 4. See you next time.